時間ぐらいかなって行けるってなって行ってきました <laughs> なんかその合間本当に合間うん映画見てもうちょっとしたらすぐねあったんで合間塗っていけてよかったですよかったうんうんねえ 明日から第2弾のカード。あ、そうなんだ。カードもいいなぁ。<laughs> 楽しかった。でも、もう一回見に行きたいってくらい、そう。内容言えないからさ、ね、ネタバレすぎて。と言えないから言えないんですけど、言わないんですけど。うん。めっちゃ楽しみ。もう一回見たい。 楽しみにしてて正解だったってくらいそう本当によかったです <laughs> やばいやばい格好でいったよ私やばい格好っていうか <laughs> 気合入れて行きましたよちゃんと見てほしいけどちょっと載せます後で、はい、あもう2回行きましたって人いるはいっすごいあと何回見るかなあと2回くらい見に行こうかな ちゃんと帽子かぶっていけば、ま、帽子かぶってフル装備でいったから見て待って誰かもう写真載せてそう誰かのセリカとか載せてない私のダサかっこいい映画参戦服 <laughs> <laughs> ライブ行くのみたいな感じであの、うん、自覚もあるフル装備ではいえ見たもう分かってた <laughs> やばいよね じゃあツイッター載せるよ <laughs> 今回いやこの,この T シャツだったけど本当はそのレッスンが朝あったんですけどレッスンが早く終わったらあのユニクロユニクロとさ今コラボしてて T シャツまあ家にねワンピースの T シャツ何でもいいんだったら全然あったんですけどワンピースの T シャツそのレッドフィルムレッドのコラボしてるのがあってそれを買って。 来てかから行きたかったんですそののレッスンの後に本当は買いに行けるぐらい余裕あったけどレッスンが押しちゃって行けなくて結局このあかんべしてるパンダパンダで行ったんですけど <laughs> ねそうなのよ買えてないのあれね売り切れそうだよね売り切れてんのかなっていうかうんガチだよーうん バトルシーンが好きだからバトルシーンあーちょっと待ってネタバレになっちゃうわ何言ってもネタバレになっちゃうわ失礼いたします本当にやめときますわうんワンピースでもう一回行きますねもう一回行ったら来月ぐらいになったらあれかな言えるかなネタバレ今,今月でも行きたいしもう一回来月も行きたいし普通にやばいでもさミニオンとか映画行ってなくて 行きたい映画普通に他にもあるんですよ。ワンピース以外にも。どうし、時間がない、ほんとに。ねあともう、眠くて、眠くて <laughs>、眠くてって、ほんとにそう。眠いんですけど、映画見たいし、アニメ見たいし、みたいな、忙しいですね。人多くなかった多いですね。みんなあれですかあれですよね。休みですよね、結構ね。今この 時期ねえうーんあメール来たって <laughs> もうねやばいと思って終わったら全部終わってさっき YouTube 撮ってたんですけどそなんか全部終わったらもう残り3分ぐらいでもう期限時間がメールもう急いで送っちゃった。 うんねえいっぱい映画やってるよね本当に映画いつぶりでしたか分かんない,いつだろう先月行ってないから多分行ったっけ先月 <laughs> もう記憶がないえ七7月でも多分月1ぐらいは行ってる気がするけどなんかぜちょっと7月の記憶がないわ ワイマックスでいたの、今日めっちゃ綺麗だったよおっきい画面だったしめっちゃよかったです音が音でもおおってなりました普通におーってはいあ五等分の花嫁行きました行きましたああ言ってないっけ五等分の花嫁の映画いた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 あ、それそれぶりだなんで知ってんの私言ったっけ もう言ったかも記,記憶があれですけどもうんそうめっちゃよかったおもろかったなごとぶもおもろかったな五島文面白いそう面白かったです <laughs> <laughs> 面白いっていうかうん面白いですなんかうんそんなハマる予定なかったんですけど <laughs> っていうのは <laughs> 試しで1話見たら全然ずっと見れたってくらいほんとにね 気になっていくスタイルでしたね、うん、シャンクスかっこよかったよ今回ほんとにネタバレしない程度で言うだからもう語彙力を減らすしかないじゃんネタバレしないってだから自然と語彙力ってなくなるんですけどほんとにシャンクスがかっこよかったですこれだったら別にねポスターでももう見てわかる通りですよね。 ネタバレじゃないですシャンクスがかっこよかったです何それってなるよねあと私はあの私結構エンドロールがやっぱ好きでしたねこのぐらいまでなるっていうねエンドロール結構好きでしたエンドロール流れてる時のがなんか後ろがも本当に好きでしたそこが好きだったあのシーンもっと長くくださいってぐらい好きもう,もうねっ 見た人には分かると思うんだけどあそこもっと尺使ってもいいんですよってぐらいもうん、私はねもうあの麦わらちゃんが麦わらの一味たちがもうあの宴宴してるシーンの映画だけでもいいも,んも映画にしてくれてもいいそれを宴しずっと宴してるだけの <laughs> でビンクスの先みんなで歌ってみたいなもうそれだけでもいいぐらいうん。 もう何でもいいみんながみんなが楽しくいてくれればねうんっていう感じではいめっちゃよかったですみんなも見に行ってねワンピワンピ見てるぜはわねぜひぜひジャンクスかっこいいよねおお話し会申し込みましたありがとう明日の あ今やってるやつか60枚目ねありがとうございます <laughs> 最短で6 10月だけどね次のシングルだとね10月から2月2月ぐらいまであったよね <laughs> あれ違ったすごいみんな2月のスケジュールわかるもんなん感覚だよねもうとりあえず感覚で撮るしかないよね いみたいなねもうそうだよね2月とかになると私も何私だって2月何どうなってるかも分からない私だって分かんないよ2月自分は何してるのかってぐらいみんないつもすごいなと思ってね2月19が最後今のところ2月19どうなってると思う想像つきますか皆さん分かんないよ私も分かんない本当に。 お話し会合わせになってしまうとスケジュールがそうだよね休みの希望を出すしかない <laughs> ほんとすいませんねほんと先々のスケジュールまでありがとうございます確かになるも赤毛みたいだねってそのシャンクスの意味で言ってんのか確かに赤髪です赤髪の海賊団あそこの海賊団の雰囲気もいいでしたね うん、絶対いいよね絶対いいに決まってんじゃんだってルフィがあんだけね「シャンクシシャンクシゃン」って言ってるあの幼少期のルフィめちゃくちゃ可愛いよねねはいすいません余韻に浸りながらしそう仕事をしたりしてましたけども今日もなんか仕事と仕事の間に入れるからねちょっと本当に。 本当に、切り替えが切り替えが大変でしたレッドいいなーって見てー見てねーうん <laughs>、うん、シャンクスねでも全然さ今まで出てきてないじゃないですか だからさねパンフレット買ったいや買ってないのでも麦わらストアには行ったんですけどでもねあの映画館のなんか買えなかったです買えなかったっていうか本当にあんまり時間がなくてギリギリだったの次があるから次があるからみたいなので結構並んでて麦わらストアもすごい並んでたんですけども 欲ギリギリし,しいけどまたいけるかしらうんあ売り切れてたとかうわー前が売り切れてんのかなじゃあ売り切れてる可能性もあるよねそれすらも見れてないうん合間の合間でした うん、ワンピースワンピースねまたちょっとでもアニメをねやっぱもう一回見直そうと思ってアニメチャレンジ始めようかなって思ってますいろいろ落ち着いたら落ち着いたらっていつ落ち着くな。いつかなう,ーんうん8月終わってからかな次でも武道館が待ってんだよなおあ <laughs> まあ 1>, 1日ですね見るわけではないですからねちょこちょこ見始めたいなと思ってるけど、うん、1日1話ぐらいは絶対見ないと1日1話でもえ一1日1話で3年かかるってことやばすぎ一 !1 日10話で100日でいけるか100日以上かかるってことやばすぎーワンピースに限っては倍速で見,見れないから私うん。 確かに私何やってんだろうってぐらいすごいよねほんと3ヶ月だからマジで毎日10本ペースで見てたってことかえすっごっ改めて考えたらすごいことしてるよね寝てなかったよね多分だからねあ良かったよあの時期にやっといてあの高校生とかいうような元気な元気っていうか <laughs> 体力無限大の10代のうちに追いついけておいてよかったわうん 多分すごいわ私、うん、私はちゃんとしかもねちなみにあのオープニングとエンディンググととエディちゃんん聞いてるんですよ最初のアニメだからどうしてもなんか最初ちゃんとお,お歌も覚えたいなとかあとなんか普通に後ろのさ曲中のそうもう映像も見たくってお歌の方もちゃんと聞いててだからで倍速とかでも見てな、ね、いしっかり見てるもん だからもうどういうスケジューリングって思うよ自分でもうん「ワンピースで好きな主題歌えー、なる結構全部好きだもんな全部好き全部歌えるかもほぼほぼ多分歌えると思う「ワンピースの歌のなんか主題歌集みたいなプレイリストがあるぐらい それを聞いてるだからんか「なるちゃんどんな曲聴くんですか?」みたいな言う聴いてくれるんですけど皆さん「ワンピースしか聴かないんだ」と思ってあんま基本曲聴かないのもあるんですけど「<laughs> ごめんなさい」なんか最新曲とか言えなくてって思っちゃう、うん、<laughs> でもめっちゃいい曲多いから。 聴いて何が好きかなうん。おにりぴです私は、うん、あとね私最近気づきました最近気づいたっていうか疲れたら家でめっちゃウィーアー歌ってるんですよね 疲れててるんだなって思うなっんかもう「ウィーアーを狂ったように歌う」<laughs>「狂ったように歌っていうかめっちゃ大熱唱してますやばいって時は自分で盛り上げていくスタイル「ありてけの夢を」ってもうずっとこのテンション今ちょっと序盤のあのテンションそれでずっとやってる「ラしいんばんなんてもうここもここもちゃんと歌う」「しびたれた夜を」もう全部全部歌ってる。 うん、力強く <laughs> でもたまに我に帰るとマジで何やってんだろうってなるけどこうやってもう歌ってあバイオリズムねバイオリズム <laughs> バンサルそう <laughs>、うんあれほんとこんな感じでねあの元気に歌うとですね皆さんもう何の曲でもいいと思います元気に歌うとね元気になりますよ。そうお最 最近こう眠いなって時はもうウィーアー歌って自分を盛り立ててやってますそしたらお風呂も入れますお風呂がねお風呂入るまではもう歌わないといけないぐらいの体力になることあるじゃないですかやっぱ歌ってこうみんなうん大音量でね目覚ましのさ音量でもうウィーアーかけてたりするからねうるさいよー私私の部屋 <laughs> まだ苦情は来てないか大丈夫だと思うんですけど <laughs> 聞こえてないと思います大丈夫多分聞かれてたらめっちゃ恥ずかしい「今日も WeAr 歌ってるわ」ってもしかしたら思われてる可能性もあるけどでも言われてないと思う大丈夫だと思う多分でも何も考えずに歌ってます本当にこれでもおすすめです「WeAr」を歌うっていうのはうんぜひぜひやってみてください あ、思春期のアドレナリンや流してるあいいじゃん <laughs> 思春期のアドレナリン全力で立ってたらめっちゃおもろいけど <laughs> 思春期なね <laughs>。で<笑><笑>うんとワンピース大好きもうでもワンピース見始もう一回最初から見たらさもう私何も手つけられなくなりそうで怖いってとこもあるんですけどね気をつけながら見ますわうん ねえユニバ行かなきゃだユニバあとはユニバに行きたいねって話をしてうんうんですです <laughs> 何しとんってあはははワンピースねワンピースばっか喋ってるよねで映画やってるしさ、うん 仲間になるシーンで絶対一回ずつ泣くとほんとに涙腺がうんあもうね時間がそうなの今日は長くね配信しようと思ってなくてというのもまだ帰ってもないし明日もお話し会だしみたいなのでうんそうなんですよ今日はポチポチポチこの辺で終わろうかなってぐらいなんですほんとに。 そう,うんねえ明日もあるんでね明日お話し会行きますかお話し会来るかな <laughs> ねえよろしく明日はだから個人戦だねこれはなんか団体,団体戦っていうか団体トークって感じじゃんこのショールームってもう。 みんなの話を聞く時間というかこうみんなのコメントがコメントからこう私が喋っていく感じだけど明日は個人戦ということで戦うわけじゃないです、ね、個人トークということではいよろしくお願いしますはい何これ何今のラブって書いてあるやつ <laughs> お札みたいだった うん、あはいあ日曜日にやりましょうだってありがとうございます <laughs> 紙テープかうんえ今回のさゾロのねゾロの戦闘服がかっ,こかっこいいんだよね見てまだワンピースの話するのって話だけど 珍しいのなんかあ前開いてないんだってぐらい閉まってて今回フリルみたいなシャツ着てて珍しいってみんなの美女について話し合ってた共有人でそう <laughs> ねえとろしいやもうみんな好きなんだよ選べないんだよ本当にマジみんないいよね 一番好きなキャラは何ですかが一番きついんですよね一番きついというか本当にね「えー、ごめんみんなだね」っていつも答えちゃう本当に申し訳ないだからあんまりねこの会話はしない方がいいと思う明日のお話会もあさってのお話会もあんまりもうみんなみんなねそう好きだから <laughs> ねえいやいやもう選べないよもうでもやっぱもうね そうしてだからルフィが好きってやっっやぱ言っちゃいますけどね麦わらの一味が好きって、うん、でもベポも好きだしローも好きローとベポの関係がめっちゃ <laughs> ねどう知り合ったのかめっちゃ気になるしど,どういうあれなのかもういっぱい映してほしいもう今回もそういうシーンあったんですけどベポとローのシーンありがとうございますってなりますね、はいまあ、っていう感じではい。 みんな好きなんですけれどもですね。まあ今日はこの辺で終わろうと思います。なんだこのグダグダは。はい。あ、じゃあ読みたい読みますねランキング。また今度ね。どれだこれか。え十、ー、三位ナルクボーイさん。十二アキアキいいのかな。 一一二一三え十一星野とマークエイトありがとうございます。十位ルモンドさーんえ九、ー、位ルンタオルンタオさん八位藤谷さーんな <laughs> 位はじめてマーク掃除てたからなるが好き <laughs> ありがとう <laughs> 掃除なくてもよくないなるはなるしかおらんないけどえ六位ようさん 五位ケイタさん四、えー、位ナッチアトマークお話会楽しみよろしくね明日三位ユウさんありがとうございますそして二位エムタカさんありがとうございますそして一位夏秋ですアットマークワンピ途中組は映画見ていいのでしょうかうーわーなるほど えー、みんなどう思ううわーでも絶対映画やってる期間までに見るならもう鬼スケで見ないと無理なんだよね多分ああいや私はやっぱでも進めないかな進めないから一回見送りかなこの場合は厳しい難しい質問が来ましたね最後にいやーでもあーいや別に え全然ね見てない人でも見れるとは思うんですけどあの知ってれば知ってるほどさらに増すというか楽しみがあの見てておもろいからめっちゃ迷いますここで見るのかもしくは全部見終わってから見るのかこれ迷いますねむず,むずいな私だったらでも一旦見逃すかもかギリギリを狙う。 あの多分ワンピース人気だから10月ぐらいまで多分やってると思うんですよ映画館でだからもうその10月の最後の方を狙うかせめてもう少しでも追いついてからし知るだけ知っといて見るとかそのなんかねうん見た方がいい気がするうんその方がいいねうんだからもう あれだね映画館の,そのちゃんとスケジュールもチェックしつつ「やばい残り1本になった」っての1日の上演がさ残り1本になるとさもう終わっちゃうよっていう合図だったりするからさそれが来るのをちゃんと見つつそれをね、あのー、確認してそこまではでもちゃんともうアニメを先に進めとく方がいい気がするよね知ってからの方が更におも,ろおもろいから全然いいよ見てもね今今見ても全然いいよいいとは思うけどでも見てからの方がおすすめかもしれない だからやっぱその映画館で1日1本上映のそのタイミングを狙おうそ,の、ま、それまではもう追いつこううんはいアドバイスでした <laughs> ランキング今変わったねなんかキーマー Z ですので読みます13位松ツケンさん12位フイヤー0さんこ,ここまでは読んどきますねあと誰か読んでない人いますかあほのかちゃん ハットマーク発劇場15日って書いてあるあサムネイルやったねサムネイルもよろしく15日のサムネイルねそうなのお話会お話会サムネイルだからね楽しみだねセリセリセリはいじゃあ終わります <laughs> サムネイル公演で会いましょうおやすみなさいみんなまた明日の人は明日 明後日の人は明後日し明後日の人はし明後日バイバーイ。<laughs>